アルカをやってキルアの憎しみを買う方が楽しいか、アルカをやらずにゴンを助けイルミを敵に回す方が楽しいか、迷うね。うんと言ってくれれば俺は喜んで死ぬよ。お前のインナーミッション大成功だろ。家族間での殺しはご法度だけど、お前がお願いするそれは家族じゃないからね。仮にルール5が裏ルールでキルアには通用しなくても、俺が死んで残る家族がセーフならそれでもいいさ。キルアは生涯苦しむだろう。俺はキルアの心の中で永遠に生き続ける。さあやりなよ。これは取引だぞキル。俺の死とゴンについてのお願いをお前自身ですると交換だ。アルカをやらずにイルミが死んでキルアにも憎まれず、じゃあゴンが元に戻ってもプラマイゼロじゃない。それならアルカをやってキルアに憎まれて、そのキルアをやってイルミに憎まれてがベストなんじゃない。